えー、ラストドラフトが、えー、人気になってたりとかしますし、えー、印もね重い印つけられてますけど、えー、ここはもう西のデイジーしか考えられないと思いますえー、っとハミをねトライアービットっていうねものに変えましたはいでトライアービットって何かっていうとえー、っと馬のね、えー、口元をですねあのー 均一に、えー、全部かませるような、うん。えー、均一にかませるような、歯みです。えー、要するに、えー、起乗してる人の指示を伝えやすいっていうことなんですよね。馬がリラックスしやすい、えー、馬。効果があります。えー、行きたがる馬とかにもね。 有効に働いたりとかするその、えー、ハミに変えたっていうことですねトライアビットに変えたっていうことは、えー、非常に効果あると思ってますんで、えー、トライアルとはいえね西野デイジーがあー結果出してくれるんじゃないかなと思ってますはいで自分は1点しか見えてないのであの3連複で1点、えー、238 やはりブレイキングドーンであとねこのカントルっていうのが、えー、やはり、えー、あの安上がね変わって、えー、これがあ一番怖いかなと思ってます、えー、全然そうもね、えー、負けたけど、えー、勝ちに等しいですからね、えー この238、えー、で3連単ですとやはり西野デイジーがその効果を見,な、えー、見られるんであれば2382832点でしょうねはい競馬予想は以上です、えー、ここからは、えー、雑談なので、えー、見たい方だけ、えー、見てください はい、これ、先週のね、あの映像なんですけど、あの、中京芸馬場駅前にね、えー、すぐ、アクネシカっていうね、あの、医者さんあります。はい、アクネシカクリニック。えーと、ここね、あの、予約が取れなかったんですよね。僕、ちょっと被せ物がね、えー、あって、あ取れたので、行こうかなと思ってたんですけど、えー、予約、インターネットも電話もしたんですけど、えー、いっぱいだっていうことで、えー、で、今月の、 えー、23日かな、はい、土曜日に、えー、予約入れてるんで、えー、今度行ってみようかなっていうことで、はいえー、ついでに馬券買うっていうことはやらないとは思うんですが、えー、新日本プロレスだも、元ね、新日本プロレスだったあの金本浩二かね、あの3代目タイガー・マックスク、えー、なんか DV だかなんとかで、えー、逮捕されたようで、非常に残念ですね。 はい。えー、それからですね、あの、私、あの、馬を買いました。あの、と、と言っても、あの、出資、一口ですけどね、あの、さらに出資しました。はい。あの、詳細は、また、にしたいと思うんですけど、えー、フェノーメノンクと、えー、スウェプトオーバーボード持ってるんですけど、また2頭目。うん。で、あとエーシン、衛進光ンクはい。で、あと,と、他のね、クラブにも入っちゃったんですよね。入会しちゃったんですよね。それはまた、後日。 えー、無料提供版もね増えてで今14頭なのかなはいもう1頭だけね行こうと思ってるんであそれは15頭でやめようと,うと思ってるんですけどもう1頭だけちょっとあの再,来,再来月か再来月になると思うんですけど出資しようと思ってますはいえー、最後になりましたけどあのー、自分のねなんか登録してたチャンネル、うん、ちょっと整理しましてはいまあ 自分の登録チャンネル、えー、確認してもらえるわかるんですけど、結構いらない、見てないチャンネルあったんで、ちょっと整理させていただきました。はい。はい。それでは今日は、あ今日もね、良い日に、日曜日になるようにね、はい。祈ってます。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。